やってきました、台南。今日もお疲れ様、山田です。イエス、お疲れ様です。台湾の南側、台南までやってきました。今日は台湾着いてから一番の快晴。快晴。台湾そんなに大きくないんですけど、台北よりも台南の方が結構、ね、気候が違くて、こっちの方が晴れ、天気がいいことが多いみたいで、その通りになりました。とりあえずトイレ行きたい。大きい方ずっと言ってた。ああ、ちょっと我慢した。トイレットペーパーあるかな。台湾のトイレもね、今一応見たんだけど、ペーパーがないんですよと思ったら、入り口のところにありました。このペーパーを自分でね、必要な分だけこう巻いていって持っていくスタイルかなと思います。ちょっとこれ持っていってみます。はい、ということで、やべえ、台南到着してすぐ感じた、あっちやべえな、直射日光がやばい、マジで。これは紫外線強いよ。このバイクのレンタルできるみたいな。ね、バイクの勧誘されました。さあさあ、台南はバイクでもあれ通るかな。かもね。今とりあえずなんかバス停降りてからね、ランチ食べれそうなところを探したら、はい、徒歩2分で現地民が集うご飯屋さんがあるということで向かっております。ステファニーが Google マップで調べてくれました。はい、SNS で調べたりもするんですけど、たまにね、ステファニーがしてくれるんですけど、こういう時はあんまりね、もう SNS じゃなくてマップ上、ね、あ、あれじゃん、まあ、そう、目の前で。ちょっと一旦お昼にしたいと思います。行ってきます。はい、あ、いいね、席もあるわ。ね、いいね、いいね、見えてきました。よし、食べましょう。2人で大きいの1つにしました。90やけん、400円ぐらいですね、400円。見て、あんかけラーメン。見た目はあんかけっぽい。あ、パクチーがいっぱい。パクチーは嫌みたいです。麺はね、細いのにしました。2つ選べて、野菜も入ってる。あとね、白菜みたいだね。なんかちゃんぽん麺とこういうビーフン麺みたいな。はい、2つ選べてやね。うまそう。で、魚の揚げたやつも入ってるよ。あ、それ魚、そう、だからか。そう、揚げ魚、コエン、コエン魚みたいなやつらしい、これで有名な。うん、なんか甘い。甘いんだ。普通かけたらうまいって現地民の人が書いてた。薄いね。いただきまーす。暑すぎるので、たまたま見つけた飲み物屋さんに突撃してみたいと思います。並んでるからな。いくらでしょ。人気店だろ。これ飲みたい。これいくらだろう。65ですね。さっぱりするね。だいぶ正解だったな。下にちょっとつぶつぶも入っとるしな、うん、下の方が甘いかも。混ぜ混ぜしながら。やばい、すごいよ。見て、ここえ、何並んでる。見つけました、蕎麦屋。しかもさ、蓬莱軒って、これ日本のさ、中華蕎麦屋じゃん。めっちゃおもろいね。すごい人が並んでる。人気やん。いやー、すごい、なんか学校みたいなところを見つけました。ここになんか人が、人の影が並んでいますね。え、マネキンかな。マネキンかマネキンでした。やってきました、市場です。みんなここで選んでね。すごい、エネルギーが。紅茶20であるし、これもう本当にローカルな紅茶屋さん、緑茶紅茶20からです、うん、100円もしない、90円ぐらい。飲みたくなったらこちらで、うん、はい、というわけで到着しました。ここがね、長楽市場って書くんだけど、読み方はわからん。どう進むか。あ、ちょっとゆっくり行こうか。もう何を食べてるんだろう。魚の身をほぐしたみたいなスープ。台南は魚が多いのかもな。もう歩道とね、車道の境目がない感じも。ちまきが干されてます。いいね、こういう干され通りみたいな。ね、あー、これいいね、いいね。路地裏があったりとかね、にぎわってるで。やってきました、台湾のマックです。言語変えなくていいの。言語変えられるから。変えれたよ、まあ、単品でなんかさ、レコメンデーション、エクストラバリュームよ、ハッピーミール、ハッピーなんかセットみたいな。お子様セット。普通のハンバーガーはどこにあるんだろうね。ないね。ね、ないよ。ダブルチーズバーガーで、ハッピーミールでしかハンバーガーはないらしい。不思議。セットね。
セットこれケンタッキーや。このセットケンタッキー。チキン多ない。マックなのにめっちゃチキン多ない。デザートコーナー。これはいっちゃうか。あ、スイートポテトがあるよ。あ、骨で、あ、あった。デザートコーナーに。ハンバーガー一つ。リバレッジめっちゃあるじゃん。やっぱアイスハニーブラックティーじゃない？あ、いいね。でもなんか台湾っぽいもんじゃ、あ、これか。これ台湾っぽい。普通の紅茶は一応あるんだ、普通の紅茶も。アイスシュガーフリーね。うん。ブラッキー。アッサムラテもある。ニーハオ。Can I get one hamburger? And, just normal, normal one. Like hamburger. Just normal one. Thank you. あるかな、デザートコーナーにしかなかったからね。ない、ここにない。これ。Just。でも、セットじゃないんだよね。ノーセット。ノーセット。オンリーハンバーグ。いけるみたいです。ハニーアイスティー。ハニーは？やってきました。ハンバーガー。ちっちゃいな。日本もこんぐらいだっけ？すごいなんかスモールな気がします。で、こっちね、これなんかあの実際頼んだのとかちょっと違いっぽい。普通のブラックティーのはずがミルクティーになってました。ハンバーガー日本と食べ比べ。まあ日本でもそんな食べないんだけどね。食べてみたいと思います。先にないんだ。いいね、うん、ベースの紅茶がもううまいもんね。そうだね、多分これはシロップとか足してできる味じゃない、うん、台湾のハンバーガー食べます。いただきます。めっちゃちっちゃく見える。一緒なのかな、ね、多分一緒だと思う。うん、一緒結果一緒。よかったね。山田はね、なんか日本に売ってある何かの味が食べたいらしい今。もうこやつは台湾の味が飽きている。日本食が恋しくなってきて、でも日本食ってすぐ見つからんけん、日本で食べてた味をなんか食べたいなと思ってたどり着いたのがマックでした。あ、おはようございます。とりあえずホテルにね、チェックインを済ませて移動してきました。今日のホテルも安いけどいい感じなところでしたわ。今向かっているのは、まあ、日が暮れる前にね、1個ぐらい観光しようかなと思って、 Google マップによると個性的なショップ、アートスタジオ、ユニークな構造物が集まる旧刑務所、文化イベントなどが行われると書いてあります。はい、こちらです。すごいね、ちょうどカメラ入ってましたね。刑務所だったの？まあ、ここのエリアがそうだったんじゃない？まあ、なんかこの辺から見るとなんかあのより立体的に見えるとか。あ、すごいすごいすごい、テーブルじゃない？飛び出てくるテーブルと椅子みたいな。でちょっと行ってみましょう。うわ、アートスポット。ちなみに一応漢字書いておきますが、ここの場所の読めません。めっちゃ難しかった漢字。トイレもあります。はい、もうこれは家ですね。草の生えた、ね、草の生えた。トイレもう一個、ここにも。これはここに建てたのか、もともとなんか建ってて、それをこう壊す感じに作ったのかな。何なんだろう ね。あと屋根もそこだしさ、ここも押し入れみたいな。このために作ったっていうよりかはさ、一応見て。はい、もともとあったみたいな。一応なんかこんなんもある。え、刺せるし、ちゃんとすごいね、うん、絵じゃなかった。うわ、すごいいっぱいあるじゃん、うん、ここ一帯がそういう感じなんだね。ちなみにここ僕、前行きました。でも前と変わってない。まあ来たのも何年、4年前ぐらいか。変わってないですね。まあでもその時昼間に来て、もうちょい人いたかな。ここで写真とかを撮って映えさせた、はい、なるほどね。多分ちょうど正面から撮るとよりなんか立体的に見えるんじゃないですか。うん、不思議な感じがあるんでしょう。で、雑貨とかそういうちっちゃなお店たち、うん、がたくさん入っている。あ、そんな感じする。うん、ところだね。ここはペットショップみたいなさ、絵とか博物館。確かにちょっとおしゃな若者が集まりそうだね。ああ、日中な。台南どこ行くみたいな。確かに、ちょっとあそこ行くかみたいな感じでちょっと買い物する、ね、おしゃれじゃん、うん、ここも中見ると急須とかジュエリーとか書いてある。あ、ほんと、なんか伝統工芸みたいなものも売ってますね。ここは本屋さんだね。めっちゃおしゃれ。うわ、斬新な絵が。なんだろうね、うん、おじい捕まってるな。意味があるんだ。鳥かなんかに捕まってるな。みんな写真を撮りに来たりするね。ね、スポットなんだね。うん、なんかおしゃれ。ね、めっちゃおしゃれ。お庭もなんかいっぱいある、ね、なんか編んでる。編み物してます。肩織りか。すごいね。鶴の恩返しだ。
あるね、欲しい。幸福製造所もあるからね。英語だとウェルビーイングプロダクションハウス。良さそう。あ、でも飲食店だ。食べ物なんだ。体にいい食べ物がね、絶対そうだよね。そうなんでしょう。はい、というスポットでございました。ここに書いてありました、こちらの名前、漢字がすごい読めないけど、ブループリントカルチュラルクリエイティブパークということで、はい、まあ、ブルーを基調としたね、文化的な創作スペース公園ということですね。 BCP 結婚式っぽくない？今歩いてたらですね、これなんかやって急になんか結婚式みたいなパーティー見えまして、何なんでしょう、謎でした。これもちょっと台湾文化のことね。え、まもなく夜ご飯のスポットに着こうとしております。だいぶローカルな友達におすすめしてもらったんだよね、ホモリイメン。めっちゃ混んでる、現地の人で賑わっております。こちらでございます。こっち側も行ける、外も座ってる。注文先スタイルかな、また。ああ、紙に書くスタイルかな。メニュー紙に書くタイプではないので。そうだね、はい、直接注文していきたいと思います。写真を見せつつ。ハロー、ハロー。写真を見せて話しております。組み取ってくれました。金額はいいのかな、あとで、まあ、また教えてくれよ。お金払ってないんですよ。大丈夫かな、後払いシステムか、はい、無事お姉さんに伝わったんだと思います。しばし待ちましょう、はい、まずはそのままいただいてみたいと思います。はい、何が来たんですか。そば。そばです。そう、なんか油そばみたいな見た目、ね、お肉とキャベツとキクラゲが入ってます。いただきます。あ、Thank you。 本当に、うん、どうだ。 Yes, thank you。 うん、うまっ。おいしい、おいしい、日本人好み。マジ最高やん。 Thank you。 はい、そんなやつ。 OK、 せいでー。ここで初めて僕らは料金を知ります。え、全部110です。110、すごっ。いただきます。これは何？なんかさ、ワンタンっぽくない？餃子とワンタン飯って、さっきうちが食べた、これマジ日本人好みの味で美味しかった。これもなんかキクラゲかな、なんかいっぱい入ってる。そう、スープ。次じゃあどれ？これいくね。いいよ、行きましょう。行きましょう。ワンタンみたいな、うん、いい感じですね。それなんか豚肉の細かいのみたいだな。うまい。とりあえずうまい、最高やん。ワンタンだ。あ、ワンタンだった、うん、いいね。ちょっとお酢かけたい。スープも美味しそうなんだよな。めっちゃ素材の味。あ、素材の、どんな素材の味？骨。あ、骨ね。豚骨スープできない？え、でももうあのサムゲタンみたいな。はいはいはい、薄いよ。いや、いい、美味しそう。めっちゃ素材。じゃあ僕もいただきます。どうぞ。いただきます。よく混ぜて食べたいと思います。うわ、醤油だった。うん、うまっ。うまいでしょ。うん、うまい。肉も美味しい。量も多いの、食べてみると最高。はい、ということでね、今食べ終わったんですけど、人気すぎてどんどん食べ終わったら出ててみたいな感じだったので出ていきます。美味しかったね。レストラン、そう、どこにでもラー油あるんやけど、めっちゃ辛かった、ここのラー油。びっくりびっくり。ということでまた進んでいきます。お疲れ様でした。次なるスポットは飲み屋街らしいです。もう入り口からめっちゃいい感じの雰囲気、ノスタルジックエリアだって。中野町口です。で、こちらもノスタルジックです。かわいい、上がカラフル。見て、すごい、コーヒーとかの自動販売機があります。あ、この左かな。お、いいね。え、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃびっくりびっくり。見て、もう怖い、こっち見とるし。え、ここはなぜ電気がついていないのでしょう。怖いですね。ホラー映画に出てきそうなところです。何の喋り方？ホラー映画的な。そう、怖い。なんでしょう。みんなここは写真撮りに来てる。まあそうだよね、映えスポだよ。こっちは帽子屋さんかな、お土産屋さんコーナー。おしゃれなエリアでございます。え、めっちゃ若い子のたまり場じゃん。ここバーだって。入り口めっちゃオシャなんですけど、めっちゃオシャ。
ちょっと高そうですえ、待って、やばい。洋服屋さんないけどさ、これマクドナルドのやつじゃね？やばくない？ Don't worry, be happy。 何か、ビール、おしゃれ。めっちゃおしゃれやん。あ、そこドア開くんだ。おお。何このおしゃれな。やば、すごっ。選ばれし者しか入れませんみたいな。確かにビール好きだったら入っちゃう。おしゃれな。ああ入ってみようよってなれば。あ、みんな U ターンしてるの、そこまでなんだ。なるほど。お店の数はこんなに多くなかったね。うん、ね、飲み屋はね、雑貨屋さんとかあるけど、おお、ここに急に出てくる居酒屋。最後居酒屋です。めっちゃ居酒屋スタイルね、せーのいい音だ。おお、あー、うまい、結局、あの後、あのノスタルジック街ではね、何も買わずになっちゃったんですけど。そうですね、はい、本当はね、バーとかに入れたらいいなと思っとったんですが、なんかあんまりね、刺さるバーがなくて。そうね、もう無理して入らなくてもいいかなと思って、うん、これがリアルです。ただ、台南ね、台南来た方にはおすすめです。ぜひ、昼でも夜でも行ってみてもらえたらと思います。結局、僕らが買ったのはジャスミン茶と紅茶これ買って、ちょっとだけ今お菓子を買って、まあ、あとは安宿に帰りたいと思います。はい、お家でパーティーします。はい、ホームパーティーです、台南まで来てじゃあ今回の動画はここまでです。はい、はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。